こんにちは、ウェブデザイナーのナミです。今回はフォトショップでコップについているような水滴のあしらいを作っていきたいと思います。手軽に夏っぽい雰囲気を出せるので作っておくといろいろと便利です。それでは早速フォトショップでやっていこうと思います。こんな感じの水滴を作っていこうかと思います。まずは楕円形選択ツールに持ち替えます。シフトを押しながら正円形の楕円形を作ります。こちらをツールバーから塗りを透明に変更します。レイヤーから楕円形をダブルクリックして、まずは水滴のここのシャドウをつけていこうと思います。光が当たった部分の影になるシャドウですね。ドロップシャドウの左側を選択して、描画モード上山、不透明度50、距離23くらいで少しボケ目につけて、スプレッドは少なく0で大丈夫です。スプレッドを多くするとこうはっきりしたタイプのシャドウになるんですけど、今回はぼやっとしたシャドウをつけたいので0にしていきます。サイズを16に設定します。こちらで OK をします。次に左上の部分の光がぼやっと当たって水滴の部分に少し光が当たったようにしていきたいと思います。ダブルクリックしてレイヤースタイルを出します。シャドウ内側にチェックを入れます。このシャドウ内側というのがバージョンによっては出てない人がいると思うので、左下の FX というところから効果を追加できます。ここでシャドウ内側というのが出てれば、これをクリックして追加することができます。こちらのシャドウ内側から描画モード上山、不透明度が35くらい、ちょっとぼやっと広めにつけたいので距離を広めにしていきます。チョークは先ほどと同じく0、サイズをちょっと大きめにして46ぐらいにしておきます。で、さらに光が表面にうっすら当たっているようなボケをつけるとより立体的になるので、これもシャドウ内側でつけていきます。シャドウ内側のところのここのプラスをクリックすると、上にもう一つ同じレイヤーができるので、もう一つ同じものを作って描画モードをスクリーンに変更で、うっすらと細めにつけていきたいのでサイズを小さくします。描画モードスクリーンにした後にこの黒の色を白に変更して、これで白い色が薄く出やすくなります。こちらでサイズを小さめに設定しまして、距離も左上に設定していきます。透明度を少し上げていきたいと思います。はい、こんな感じで不透明度52、距離18、チョーク0、サイズ16という感じで設定しました。内側に入っているシャドウにさらに丸くポヨッとした感じを水滴にしていきたいので、もう一つシャドウを重ねて丸みを出したいと思います。シャドウ内側のプラスで出してもいいんですけど、今出ているところに適用をクリックして描画モード上山に変更、白をクリックして黒に変更します。で、不透明度は結構低くしておいて、距離、チョーク、サイズのサイズを大きく調整していきたいと思います。ちょっと濃くします。はい、こんな感じで不透明度 10%、 距離は大きく 90% で、ここにうっすらと薄いグラデーションが入っているのがわかります。チョーク0、サイズ84という感じで、大きいんだけど不透明度としては弱いっていうシャドウをつけていきました。こちらで一旦レイヤースタイルは OK をします。内側シャドウが暗いところ、明るいところ、ぼんやりとしたところの3種類、ドロップシャドウが1種類という感じになってます。 OK をします。こちらで光が当たっているところに丸をつけていきたいと思います。楕円形ツールに持ち替えて新しくレイヤーを作っていきます。左上のツールバーからシェープ塗りのところをクリックして、最近使用していたカラーのところに白があれば白を、なければ右上のグラデーションのところから選んで白を選択して OK をします。右下の部分に反射光っていうんですけど、影が出てきたところに少しだけ
影に跳ね返るような光を入れておくとよりリアルになるので、これも作っていきたいと思います。ちょっと左より大きめで白い円を描きます。こちらで円を2つ作ったら、スマートオブジェクトにそれぞれ変換していきます。こちらに対してぼかしをかけていきます。フィルター、ぼかし、ぼかしガウスを選択します。こちらでプレビューに映るものが反映されているので、左上はちょっと強めに光が当たっている感じにしたいので、半径 5.4 くらい、こちらで OK をクリックします。で、右下をクリックして、こちらもぼかしをかけていくのですが、こちらは結構弱めにうっすらとボケが当たってるような感じのイメージにしたいので、先ほどの2倍くらいの半径でボケを加えていきます。 OK をします。こちらで水滴が完成しました。いかがでしょうか。光の当たり方を表現する方法がわかると、水滴以外にもビー玉や宝石など様々な場所で使えるようになります。この動画ではフォトショップやウェブデザインについて基本的なことから使える小技までご紹介しています。役に立つな、面白いなと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録、高評価していただけると更新の励みになります。また気になることや動画で紹介してほしいことなどありましたら、気軽にコメントいただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。